皆さん、ありがとうございました。いい流れの中で、今日岐阜迎えて前半、みんなの責任で、ああいう結果になって、後半、みんなの頑張りとサポーターの皆さんの頑張りで、逆転できました。この中で僕が点取ることによってちょっとドキッとする人が何人かいるとは思うんですけど、これからももうちょっと、皆さんの期待に応えられるように、取れる時は、取っていくようにするんで、これからもよろしくお願いします。お疲れ様です。